ブロッコリー畑です。ブロッコリーの脇芽を取っていきます。この枯れたところが一番最初に取った大きなブロッコリーで、そこから脇芽で何箇所かも取っていますが、次から次へと脇芽が出てくるので、このブロッコリーを収穫します。このブロッコリーって茎とかも美味しいんですよね。これはブラックベリーの木です。ちょっとね、ほったらかしにしていたので草も生えています。今からですね、この枝の整枝、それと草刈りで防草シートの貼り付けをやっていきます。
終わりました。これで5月から6月にブルーベリー、違う、ブラックベリーがたくさん食べると思います。もうね、目もこういう風に膨らんできました。